OECD 各国の財源別保険支出。水色は政府一般歳出、紫は社会保険、赤は自己負担、大体は民間保険、緑はその他アイルランドの医療はユニバーサルヘルスケア制度が存在し、アイルランド保健省が所管している。医療制度は公営、民営の日本盾となっている。2004年保険法に基づいて公的医療は ヘルスサービスエグゼクティブがすべてのアイルランド居住者に対して保険及び社会福祉を提供する責務を持つ。また2005年より新しい公営保険サービスが開始され医療制度改革が進行中である。ハスによる2007年の調査によれば患者の医療満足度は高く入院患者の90%、外来患者の85%が受けた医療に満足している。 また97%は総合診療医に提供された医療に満足している。OECD 各国における成人の健康事故申告。How is your health in general? にグッドまたはベターと回答した割合。アイルランドは2005年度 GDP のうち8.2%を医療に投じており、おおよそ79%がコー負担である。また民間の医療マーケットも大きい。 ヘルスコンシューマーパワーハウス社による2008年のユーロヘルスコンシューマーインデックスレポートによればアイルランドの公的医療制度は欧州31カ国の中で11位とされ改革前の2006年のレポートでは26カ国中26位2007年には29カ国中16位と顕著に改善されている2005年のデータによればすべてのアイルランド居住者は 一般税収を原資としたヘルスサービスエグゼクティブによる公的医療を受給することができる。受診する医療サービスによっては収入、年齢、疾病、障害に応じて自己負担を支払う必要がある。妊婦へのサービスと生後6ヶ月までの入児ケアについては自己負担なしである。どのカードも保持していない人は GP 医療では一定の自己負担が生じる。また、 病院の救急医療を GP の紹介状なしに受診した場合、A&E 料金として100ユーロが生じる。入院患者のホスピタルチャージは、急性期量とは別に1日あたり100ユーロ。固定であり、上限額は12ヶ月あたり1000ユーロ。専門医受診や健康診断については、自己負担なしで提供される。ホスピタルチャージが払えない人については、ハスが代わりに支払う。 コルダフ村の保健センター保健センターは、ハスによって運営され、多様なプライマリケア及びコミュニティサービスを提供しており、各市町村に存在する。保健センターでは総合診療医による初期診療だけでなく、公衆衛生、ソーシャルワーク、児童保護、児童保健、市民福祉、障害者福祉、高齢者福祉、足病治療、眼科、言語聴覚療法、 薬物依存、理学療法、作業療法、精神療法、家庭支援など幅広い役目を担う。自己負担額は一定割合もしくは免除となる。アイルランドでのプライマリケアは大部分が総合診療医によって提供され、開業医または保健センター勤務である。GP の大部分は訪問診療も行っており、緊急の時間外診療も国のすべての地域で行っている。 GP 医療は受診ごとに費用が発生し、その上限は60ユーロで、医療カード、または GP ビジットカーズ補助者は免除される。妊婦、小児 C 型肝炎についての GP 医療は自己負担なし。また、民間医療保険も利用可能であり、内容は加入プランによりけりであり、その場合の GP 医療費は、償還払いとなり、一部、または全額が、 保険会社から払い戻される。また GP 訪問医療について税控除対象となっている。GP 医療の待ち時間について2007年のデータでは31%が予約なしで受診可能、38%がその日のうちに受診予約可能、28%が翌日に受診予約可能、3%が受診に2日以上を要した。ダブリンのロトゥンダホスピタル。 1745年設立で世界最古の妊婦病院ゴールウェイ大学病院は国内最大規模の病院の一つアイルランドの病院の多くはハスが直接運営している。非営利団体は運営する病院も存在し、例えば医師養成病院は大学が運営している。また民間病院も多く存在している。アイルランドの病院の多くは診療科がフルサービスであり、かつ 救急医療も担っている。処方薬と医療製品については一部負担または全額無料である。ドラッグスペイメントスキームにおいては居住者は月額144ユーロが処方薬と医療製品の上限負担である。長期疾患医療カードの保持者、C 型肝炎患者については処方薬は無料である。子供への予防ワクチンは学校、診療所、 病院において無料で提供される。ヘロイン依存者のメサドントリートメントスキームに基づくメサドン支給も無料。ハスは、歯科眼科、聴覚などの医療も提供する。医療カード及びヘルスアメンドメントアクトカード補助者は自己負担なし。その他のものは、これらのサービスは自己負担なし、もしくはトリートメントベネフィットスキームによって補助となり、かつ、 民間医療保険で払い戻したり民間医療機関で受診資税控除を受けている。ハスはメンタルヘルス医療やアルコール及び薬物からの物質依存回復プログラムも提供している。医療カード及び民間医療保険を持たない人は強制保険として社会保険基金に拠出しており、それに基づくトリートメントベネフィットスキーム制度により医療を 一定割合負担もしくは自己負担なしで受給できる。また医療費の税控除制度があり、公的、民間保険で召喚されない部分が対象となる。また、民間医療保険の保険料も税控除となっているため、保険料は割安となっている。欧州健康保険カードを持つアイルランド訪問者は、緊急の総合医、専門医、緊急歯科高校ケア入院及び外来、 処方薬などが自己負担免除となる。OECD 各国の民間医療保険種別。代々は基礎的、水色は自己負担部の保障、緑はオプション的、紫はそれらの重複。任意で民間医療保険も利用可能であり、ビヘルスケア、クインヘルスケア、アビバ、グロハルスなどの企業が存在する。ヘルスインシュアランスオーソリティが 民間医療保険の規制業務を担う。2005年では47.6%の人が民間医療保険に加入していた。ありがとうございます。